いやーもう芸能人ってほんと大変よね。うん大変やと思う。何の話題ですか。いやこの矢口さんもね、矢口さんもねまだずっと追われてるからね。そうなのよ。でもこれもうええんちゃいますの別に。うんあかんのか。でも離婚しはったよね。もう離婚してだってこの人とお付き合いしてそうか何がいやこれもし芸能人じゃなかったらこれ意外と当たり前のことかなと思ったりもすんねや。まあそうね、まあ、浮気してたやろってなってあるでしょうね。まあ分からへんでほんまのことは分からへんけどまあ浮気してたとしてで離婚になった話し合いで離婚した、うん、なもうその好きになってた相手とお付き合い続くっていうその相手とも会うとっていうのってあんまないやん一般やったら。でもこれ芸能界だとこれもタブーというかあんまよろしくないって寂しいってアッコさんも言うてたからそういうふうになんのかなって思ったりするんですよ。でまあ結婚という大きさでしょうね。まあ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 そうやね。これ恋愛やったら別にねこれしてる人たくさん報道されてるじゃないですか。そうやね。あ次はこの子次はこの子そう結婚してやっぱ矢口っていう子やっぱこのなんちゅうのイメージやったんやろな。まあまさかよね。うんイメージ商売やねんなやっぱ芸能界ってなと思うで。そうねかわいそうやん。あとほら引退宣言はしてないやん。そうやねや。それもあるんでしょうね。まあなんかあんねやろな。なんかあるからそのまあ体も悪いのかも分からへんしどうなんかも分からへんけどまあしゃあないよね。その人のこと好きやねんからまあね今このそのモデルさん分からへんねその分からへん憶測でどんどん喋っていくで今もう報道さまあ報道されてたことはそうやねん。どうなんやろな知らんねん。朝鮮出身でも誰もモーニング娘。の連絡先知らんから全く分からへんねん。もうそのパイプがないからもうこういう週刊誌とかホワイトショーのことしか分からへんけどそう集めていくともうしゃあないんちゃうかな思って好きなんちゃうやっぱりもうタイプやかなんかなんちゃうかなっていう。まあ家、うん、結婚してるのに家入れるぐらいやからまあそうやよね。まあ燃え上がったんでしょう。うんでもほんまに入れたんかな。まだ今もう古い話。まあ入れたとしょ。そう、わからんけどね。うん。で、もう、離婚しました。話し合いで離婚しましたってなってて。クローゼットにこうやって隠れてて、クローゼット。あれ、ほんまかな誰見ててんそれ。今でも。それはもう元旦那しかないよね。まあ、そうやろな。誰じゃお前っつって、うん。開けたら、うん。隠れてたっていう。そうやな。でも、報道やからね。でも、もはや、だって離婚してフリーやねんからもうしょうがない。次まだ若いしね矢口もだから次向けなあかんやんか、うん、一人でいるわけにいかへんやろし独身になってね。そうやねん。だからもうこれしょうがないっちゃしょうがないねんけどなーって思っててん俺は。うんうんだから芸能人やからかわいそうやなーって思ったりするね、うん、芸能人やからって言うたらまた叩かれる人おったな。なんか芸能美濃さんもそうやったけど芸能人だからなんか僕が芸能人だからって言って息子のなんかみたいなそんなこと言うたらまた言われんねんな。でもまあまあこういう仕事してなければまあ騒ぎにはなってないからね。そうやね。家に連れ込んだとしても坂東さんも見てみんや職務をやってたって言うてもたやん。もう言うたね。こんな恥ずかしいことないよ。こっそり植えてやね。なんで言うたんやろ。いや、その、これはまあちょっと、坂東さんが悪いかも分からへんけど、もう言わな。だからあれじゃあもうその、なんや、謝罪会見もせえへんかったのは、うん、もしかしたらもうこれ言わなあかんと。うん。職務をしてましたと。桂は経費と思った。これほんまな。桂は経費なの。植毛は整形で、整形の。桂はそのアイテムなんや、一つの。小道具というか。ファッション。ファッション。衣装。なるほど。出た。乗っけるから。いや、吉木さん今、全桂の人を敵に回すような動きしましたね。パカッと外して、ね。こんにちはみたいな。ずらとって、なんか帽子みたいにニヤニヤしながら、謝罪してもらっていいですか？今の飽きませんよ。ラジオや思ってみんな見えてないと思って動き。カツラは衣装みたいな、こんにちはみたいなやりましたよね、今。わかりやすかったけどね。ほんま、カツラ投げつけられますよ。まあ、ビール瓶みたいな、硬くないから大丈夫でしょうけど。カツラは衣装に入んね。ああ、そう。うん。ええー。それたら、そやな、もうちょっとちゃんと調べとけばよかったんよね、そしたら。へえ、これもどういう、誰が決めてるんでしょうね。カツラは衣装。植毛はダメっていう。すっごいあれなんかな。薄毛の人たちがそれ決めてんの。いや、それこそ。お金あったら俺かって植毛してるわ。だけどそんな大金、芸能人は植毛できるからいいでしょうけども、私たちはそのもう、カツカツのカツラで頑張ってます。バレバレのカツラで頑張ってます。後ろ指刺されてるかもわかりませんけども。おたくらよろしいなと。植毛で、植毛してありますね。お金かかるからな。いうふうに思ってあんのかもわからんよ。それは、世の中のカツラしてる人は植毛したいやろ。そらそうや。もちろん。だけどやっぱり、いくら言うても、やっぱり、カツラでも、やつらでもうん十万するって言ったよ。わかりにくいのは。うん十万するっていうか、やっぱ、植毛って言ったらもう、7500万とかになってくんねんもん。この坂東さんの話聞いてたらやで。植毛だけでってなってくるからね。それ何個かゆで卵が入ってるかも分かれへんけど、ゆで卵なんか知れたあるやん言うても、まあ5、6個食べはるからね、新大阪の、東京から新大阪の移動で。そやけども、その植毛してましたってやっぱ言わなあかんねんもん。ね、まだ植毛してました。言わんでよかったんけどな。いやでもなんかやっぱ言うやん、そのなんかなんでやと。なんでこんなことになったんやって言うて。一番最初に植毛持ってくるかね。いや、それはだって、弁護士が喋ろうとするのを遮って、弁護士の方が、同席してる弁護士の方が話し、それにつきましてはみたいに喋ろうと思ったら、パッと遮って植毛してましたって言うたんやもん。自ら。で、謝罪会見がよく頭下げなあかんしやね。また、こう、植毛してましたみたいな、こう、見られるというね。頭ちょっと下げなあかんから。植毛したかったんや、坂東さんも。そらそうやろ、ルーニーですらそうやねんから。あんだけ金あって最高のプレーしてて最高のチームにおったとしても、やっぱずっと薄毛気になってても。そうなってやっぱ示談とか偉いよね。偉い。うん。ルーニー、髪の毛増えても、何にも変わらへんけどね。まあでも笑顔増えたと思うで、やっぱり。どうやろう。それは点取った時の笑顔ちゃうの。いやいや、やっぱり、もしあのままハゲやったら、香川にもすり寄っていかへんかったって、ルーに。そんなことないやろ。やっぱり髪の毛増えたことで受け入れ体制ができてんて、やっぱり。どうせお前俺の頭見てるやろ、みたいな。ルーにかって。香川に対して。もうわかる。薄毛側の気持ちわかる。薄毛側の人間のもう。もう完全にコメントがそうやもんな。憎しみ、悲しみ、切なさ。憎しみ全部わかる。やっぱルーリーなんかもずっとやっぱ気にしてたから、それ気にしてなかったら全然、俺はもうサッカー一本で行くねやと。いうふうに思ってたら、植毛なんかせえへんもん。サッカーファンでも何も変われへんやん。ルーニーが髪の毛増やしたところで。サッカーファンはね。でもやっぱ。ルーニーのプライベートが多少変わったかもしれんけど。でも、植毛前と植毛してからのルーニー見てみ、絶対、もう点取った後の笑顔とか、誰かが点取った時に歩み寄っていくルーニーとか全然違うと思う。それ誰も調べてないからあれやけど、そこだけ抜き取っていったらどんだけルーニー笑ってるか、どんだけルーニー笑顔になったか。香川が万有でなんとかこのルーニーと連携できてんのもあれ、毛増えたからやで、ほんまに。もっと増やしたらええやん、じゃあ。ルーニーって、ちょっとやん。だから、多分、あんまりいっぺんにやったら。でも発表してるやん。発表してる。だから一気に増やしてええのになぁと思って。でも一気に生やそうとすると多分休まなあかんねん。試合を。だからそんな大変な手術なんや。いや、多分そうやと思うで。ねえ、やっぱり、どういう植毛してんのか知らんで。俺別に、植毛してるわけじゃないから。ほんまですか？植毛してない。植毛してたらもうちょっと植えとるわ。もっともっと植えるわ。いや、ルーニーと同じ考えで、ちょっとずつやっていくねんっていうね。そうな。植毛するとき言ってくださいよ。植毛するときはな。今してる段階だと。植毛してたらな。うん。でもやっぱりそれは、もし、ルーニーが髪の毛増えてなかったら、俺ほんまに香川も、もうピーンってされてると思う。もう香川にボールも回せへんし、っていう風になってると思う。それがやっぱり、シンジとはすごい連携がいいんだって言えるようになったっていうのは、やっぱり毛が増えたからやって。それは。香川真司も良かったんじゃないですか、プレーが。いや、そらそうやで。香川もだから嬉しいと思うけど、うん、やっぱりそれは毛が増えたからやっていうのをやっぱみんな分かっといてほしいと思う。それに関しては。ジダンすげえってなるな、また。でもね。ジダンなんか笑うてる顔あんま知らんやろ。ジダン見てみ。ジダンの笑うてる顔なんか、皆さん、頭にある？ジダンとロケしたんですよ。うん。笑てへんやろ。笑いっぱなしやの。笑えへんってあいつ。だからまた好きになったの俺。ジダン笑えへん。俺笑ってるとこ見たことないもん。合ってないからね、実際。ジダンなんかもう、それは。めっちゃかっこええで、ジダン。それだから、あれや。ヒーローや。俺もう。いや。一個下やけど。そうやろ？ジダン一個下。そうやけども、一切あれやろ？頭下げへんかったやろ？今日はありがとうね、とか。いや、そんなことない。前言ったかもしれんけど、何センチ？じゃあ。ジダン何センチ？身長何センチ？ 100？ 180。そやろ？後半ぐらいちゃう。やっぱりそれは、あれやもん。172？ 俺？ 173。172センチの、3や、173センチのコメディアンが来たとて、そこはもうやっぱりあれやわ。笑ってるとは思うけど、まあ見られる恐れないからね。ジダンやったリフティングと、すぐ俺がやったんですよ、同じの。できたんですね。全然笑えんやろ。いや、笑いながら、うわー、もうそっくりだ。僕がやったのとそっくりだ。一個だけ違うのは、髪の毛の量だねって、ジョークも言えんのよ。それはだから、ジダン、かっこええって思って。いや、それはみんなが、それはやっぱやべっち FC のスタッフは、みんなが頭見てたからや。いや、そんなこと、ジダンプレーを見ると、みんなが頭見てるから。どんな変形？逆に。どこで日本でか、それともフランスでか。日本。あ、ほら、やっぱりな。日本引退して来た時にロケちょっと来てくれた。なるほど。それわかる。もう日本に来ても怖かったんや。だからもう、わろとかんと、もうずっと頭見とるから、と思って、でも、フランスにいる時のジダンなんてもう、まあわろてない。プレーの時とかも見てみ？それは戦闘態勢やからな。全然わろてない。あれもやっぱり、自分が、ちょっとやっぱり、ハゲてるっていうのを背負って、ドリブルしたり。もしハゲてんの見せんの嫌やったら、続きして引退するでしょうか。やっぱ相手にね。サッカー中継でちょっと上からやん。俯瞰やん。俯瞰のカメラもあるっていうだけやろ。やっぱ、どこにおっても、時代やんってやっぱわかるもん。わかる。そうやろ？そうやっぱみんなそう思われてたから、やっぱ笑ってないね。かわいそうに。日本に来た時とか笑えるよ、そら。ハゲてる人に逆に怒られんで。そんだけ。日本に来た時はそら笑えるよ。そのスーパースター来てくれたみたいな歓迎もあるやろし、そこやから、日本のお国柄やから、チラチラしか見えひんし、ハゲも。だから笑えるやろうけど、やっぱ向こうでやったらやっぱ、あれちゃう？気張ってんちゃうかな。だからやっぱ全然笑ってないもん。俺、ジダンが笑ってるイメージ全くないもん。ルーニーの方がやっぱ笑ってるわ。いや、ゴールした時、まあそうね、まあそういうスタイルやったやろな、ジダンはどっちかと。やっぱほんま調べたいで、この、植毛前のルーニーと、植毛後のルーニーと。で、ジダンがもう完全にハゲてしまった、ハゲ散らかしてしまったジダンと、ハゲかける前のジダンと、全然違う。もうちょっと、まだ毛ある時ちょっと、はにかみながら、そんなんでサッカーの試合でけえ、はにかみながらマルセイユルーレットしてたんじゃん。それがだんだんやっぱり、険しい顔で、マルセイユルーレット入ってると思う。いや、ルーニーも、植毛はしなくてよかったと思う。いや、植毛してよかったよ、笑って。